サセボ大空襲サセボ大空襲は第二次世界大戦中のアメリカ軍による1945年6月28日午後11時50分から翌29日午前2時頃までに行われた長崎県佐世保市に対する空襲この空襲による死者は民間人を中心に1242名に及んだこの日には同じように岡山県岡山市が空襲を受けている 佐世保市では毎年6月29日に空襲犠牲者の追悼式を行っている。空爆を行った B-29 爆撃機この空襲の前の1945年3月9日13日にアメリカ軍の偵察機が来たり、4月8日や5月24日には同軍の爆撃機。 ボーイング B29 が来週し、佐世保市民100人余りが犠牲になったりしたが、市民には詳しい状況は知らされていなかった。そして、アメリカ軍側は6月29日に佐世保市の空襲実施を決定した。この日の佐世保市は、梅雨の最中で雨が降っており、今日は来ないだろうという市民の不意をつく形でのシニアの空襲となった。 午後11時50分ごろに、アメリカ軍の B29 爆撃機141機が、佐世保市上空に飛来し、焼夷弾投下を開始。推定1200トンという大量の焼夷弾を2時間ほどの短時間の間に、市街中心部一帯に投下し、市内は一部を除きほぼ壊滅状態となった。弓張岳、田島岳をはじめとする、市内各所に設置された、 広格放題による応戦も、まるで歯が立たなかった。なお、当時、佐世保鎮守府が設置されていた佐世保基地には、空襲による被害は、ほとんどなく、主街地を中心に、焼夷弾を投下したことが伺える。中央公園にある、鎮魂異例平和祈願の当1977年、佐世保空襲犠牲者遺族会によって、佐世保市中央公園に、 人魂慰霊平和祈願の塔が建立された。平和の祈りを捧げる人をモチーフとしてあり、台座の前面には空襲の悲惨さを後世に伝えるためのレリーフが施されている。また、塔の裏手には空襲当時利用されていた防空壕がある。2006年、佐世保空襲犠牲者遺族会が佐世保市から暫定的に東小学校の教室を借り受け、 佐世保空襲資料室を開設し、佐世保空襲を語り継ぐ会と共に共同で運営を開始。2020年10月24日、展示を拡充して、佐世保空襲資料館として新たに開館した。AB、佐世保空襲の惨状は忘れない28日まで、写真展1242人が、犠牲、西日本新聞ニュース。西日本新聞ニュース。 2019年6月20日閲覧。6月29日には、宮崎県の岡市、福岡県も字市しなどが空襲を受けている。AB、佐世保市における戦災の状況。総務省。2017年12月2日閲覧。各市長の被害状況。長崎県。2017年12月2日閲覧。AB、 佐世保空襲資料館として新たに2室へ、規模拡大資料1500点、長崎新聞、2020年10月27日閲覧、ありがとうございます。